はい、今日も将棋をやっていきたいと思います。さあ、今でおす前がゴテね、だ。おそらくね、対局開始。まあこれ収録してるんですけど、今おそらくこれが、やってる時は僕は香川にいて、もしね、三間飛車。取れ高が取れないと、動画が途絶えてしまうかもしれないのでね、頑張ってさせていきたいと思います。足受けときましょうか。こっちも受けときましょう。おー、なんかすごい、あれですね。変わった囲いですね。角道止めてるんで。美濃囲いでいきたいと思うんですけど、どうですかね。なんかあんまり、そうだな。銀出てこようってことなのかな。まあ、歩ついといて。歩ぶつけてきますかね、もう。いきなりぶつけてくるのもあるかもしれない。おー、なんだ。すごいな。謎ですね。まあでも、ぶつけますか。さてさて、まあ取るしかないんですけど、そうですね。いや、なんかすごいね、見たことない感じの攻め方できますね。まあ居玉で、一応振り飛車になるんですかね。まあ向かい飛車になってますよね。まあでも横で受けてるんで、ここは問題ないかな。ちょっと銀上がっときましょうかね。何かのタイミングで。そうですね。攻めてくるのかな。まあ歩つけないとは思うんですけど、どういう形なんだろう。居玉のまま、もう、そうですね、来る感じですかね。すごいな。一回、飛車で脅かしときましょうか。さあさあさあ。一旦、脅かしといて、ふらふらしていきますかね。どうしようかな。まあ、回、受けときますか。受けるなってんのかな。まあ、歩ついてきてもね。歩ついてくるか。あ、銀、銀。あ、そう、これ出てきそうですね。出てきそう。まあ、ちょっと金出といて。歩ついてくんのかな？あ、歩ついてくんのか。歩ついてきたら一個引いて。なんかすごく攻め込まれてる感じはするんですけど、意外とそうでもないかなっていう感じでもあるか。美濃囲い。まあ、一回美濃囲い入りますね。さあ。狙ってきたいな。角ちょっと端出るか。端出るとまずい？ちょっとわかんないですけどね。端出ても大丈夫そうな気がするな。銀が上がってきた。なるほど。なんとも言えないな。角出てきたりするのかな。
歩ついちゃって突き捨てといて、いやーでもな、よくないか。角も出れなくなったからな。角打ったら角切ってきて同郷に、角打ちがあるんで、これは嫌かな。これ嫌かな。あ、でもまあ、飛車さばかして、角の打ち込みが、角の打ち込みがあんまりいいとこはなさそうだけど、なさそうですね。いや、これ出られるのが嫌ですね。桂馬跳ねちゃいますか。桂馬跳ねてから、そうですね。飛車寄って、いきますかね。さあ、どうしますか。なんか相手仕掛けてくるのかな。まあ、これはそうですね。歩か、確かに歩は嫌だな。だからこれさらについてくるみたいな感じなのかな。ついてきそうですね。これはついてきそう。これはついてきそうだが、さあどうしようかな。まあ、歩が消えてるから、これで突いたら、同歩で。微妙だな。これは微妙だな。避けにくい。突いてこられるのが嫌ですよね。引き角が結構決まっちゃってて、まあ、それがすごく嫌ですね。こっち出るか。銀出ていくか。こうなったら。歩ついてくんのかな。まあ、歩ついてきたらかわしといて。いや、どうですかね。微妙？微妙なのかな、これ。ここでついてこようってこと？まあ、ついてきたら捕まるってことね。なるほど。と無理やりさばきに行きますかね。ちょっと無理やりさばきに行ってみましょうか。じゃあ、こっちか。いや、さばけてもないか。これはでも危険だな。ついてくるかな。ついてきたら同銀。ついてきたらまず角なるか。そうですね。ついてきたら角なりの方が強いか。ついてきたら角なって同金に銀取って、まあ、さばき合えばまあどうにかなるかな。ちょっと4分なんでね、スピードアップして指していきたいですけど。どうでしょう。ついてきたら角成り、そのまま飛車取ってきたらこっちも飛車取る。はい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 。
まあ、これは取りますか。取って同角同飛車で、なんか角打ちとかあるんでしょうけど、これ銀当たってるんでね。そう、銀当たってるんで、まあ、一回、そうですね、一回差がある、差がある、まあ、ここかな。端取ってくるのはまあ別にって感じですかね。どうだろうね。何もなければ歩とか打っとけばいいか。銀ぶつけ、いろいろあるんですけど、うん、歩で押さえてきた。まあ、さばき合いになると、囲いで言うと圧倒的にこっちの方が硬いので、いけると思うんですけど、どうでしょう。端の歩取ってもよかったですけど、のんびりね。うん、でもなんか、こっちの方がいい気がしますね。なんか歩取って、銀もさばきに行って、ますかね。うん。端取り込んどきましょうかね、これはね。3分。あ、でもまあ、歩打ってもいいか。歩打って。うん、まあ、端取り込んどくか。歩ついてくんのかな。そしたら別にって感じですかね。この時はぶつけて、いきますか。うん。まあさすがに取っては来ないと思うんですけど。さあ、どっかちょっと角がね、2分30秒角が打てると思うんですけど、まあそうだな、まあ、これ飛車がいなくなるので、でかいですよね。さあ、どんどん行きますけど、これ同金、うん、まあさすがに銀合いとかなんですかね。銀を合駒してきて、さあどうですか。おー、なんだ、2分、なんだそれは。なんだそれは。
さすがに銀合いですか。銀打って落ちて、お金引き、金引き、だがしかしって感じですよね。上から行きますか。上から行くと、1分30秒。上から行きますか。さあ。まあ、逃げてくるとは思うんですけど。さあ、1分あるんでね。しっかりと金も取って。行きたいと思うんですけど、どうだろう。金打って同金に、ああどうですかね。金打って同銀、金なり金で。ちょっとやりすぎ？1分。さあこの時にどうするかだよね。金金銀金、いやまだつまねえか。角から行くか。さあ30秒。これは分かりやすくなったか。さあこれは分かりやすくなったような気がしますね。20秒。積んでるかな。はい、ビクトリー。はい、ということで対局ありがとうございました。いやまあなんとかね詰まし切ることができましたけど、まあそうですね、割と相手の方がすごいね前線に張ってくる感じの形で、まあ、ちょっと珍しい形で戦うことができました。はい、対局ありがとうございました。